日本のお子様ランチに関する動画が外国人を感動させ世界中で話題となりました。なぜ日本のお子様ランチが話題となったのか一緒に紐解いてきましょう。動画の内容を見ると、男性がとある空港内で飛行機型プレートに入ったお子様ランチを食べています。どうやらこの飛行機型プレートに海外の人たちは驚いた様子です。日本のファミリーレストランにはこの飛行機型を含め新幹線型とか様々な種類のプレートにお子様ランチを乗せて子供たちを喜ばせています。海外では子供向けの食事でもシンプルな形で提供するみたいで、日本のアイデアサービス精神に感動したみたいです。そもそもお子様ランチは1930年に東京府東京市日本橋にあった三越でお子様洋食として開発されました。当時は世界恐慌の暗い時代であり、子供には楽しい気持ちになってもらおうとして生まれたそうです。投稿された動画には外国人から様々な驚きのコメントが寄せられました。その一部をご紹介しますのでご覧ください。海外の反応。チキショウ、ほんと気に入っちゃったよ。これは素晴らしいアイデアだと思う。なんてこった。俺は日本の画期的な食事の大ファンなんだ。本当に独特なものがあるよね。くそ、あれを頼むために日本に住みたいぜ。あれが子供向けの食事なのか。俺のメイなんてラップに巻かれた出来合いのサンドイッチに夢中だっていうのに。日本に引っ越してうまくてワンダフルなものを全部食べたいよ。缶のコーンスープは間違いなく特別なものになるだろうね。あのプレートは天才的なアイデアだな。あれならどんな子供もブロッコリーを食べられるよ。うおー。アメリカだと普通出てくる料理はメニュー表に載ってる写真より小さいんだけどな。だけどあのプレートは写真通りじゃん。マジで日本に行きたい。オタクだから特に秋葉原に。日本人はどんなものでも面白くするよね。自販機でさえクールなんだからさ。日本に住むっていうのは素晴らしいことなんだろうね。だけど残念なことに、僕の周りで日本に行きたい人はウェアボーで、日本はアニメが全てだと思ってるんだ。どうして俺は日本に住めないんだ。私の感想、日本のサービス精神の一つの形ですよね。そのまま提供するだけでもいいのですが、どうやったらさらに喜んでもらえるかを考えてプラスアルファの価値を提供する。近年日本で過剰サービスという声もありますが、根底にあるもっと喜んでもらいたいという考えは素敵な考えだと思います。